アルフォンス・アレオラは、フランス・パリ出身で、フィリピン系フランス人のサッカー選手。プレミアリーグ・ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションはゴールキーパー。フィリピンで生まれ、生後間もなく、フランスへ移住する。6歳の時に、パリの7区でサッカーを始めるもすぐに、ゴールキーパーに転校した。13歳の時にパリ・サンジェルマン FC に加入し、U-14 のタイトルを獲得する。 その2年後の2008から09シーズンにかけて、クレール・フォンテーヌ国立研究所で学んだ後に2009年7月3日にパリ・サンジェルマン FC と2年のプロ契約を結んだ。リザーブチームで2年プレーした後に2013年5月18日、リーグアンのスタートブレスト29戦で後半47分からプロデビュー。リーグで所属の RC ・ランスに1年間のレンタル移籍を果たした。 リーグアン所属の SC バスティアに1年間のレンタル遺跡が決定した。2015年6月17日、スペインのプリメーラディビシオン所属のビジャレアル CF に1年間のレンタル遺跡が決定した。2016から17シーズンは保有権を持つパリ・サンジェルマンに復帰した。当初は CL で、アレオラ、リーグ戦はケビントラップを起用する構想だったが、秋以降、アレオラが完全に スタメンダッシュ。しかし凡庸なパフォーマンスに終始し、批判を浴び、控えに降格。2018から19シーズンは、ジャンルイジ・ブッフォーンが加入し、トラップを含め三つどもへの争いになるかと思われていたが、トラップがアイン・トラハとフランクフルトに移籍したため実質一気、打ち状態になる。監督のトーマス・トゥヘルはアレオラを優先的に起用すると明言していたが、結果的に、 部ンとポジションを分け合う形となりリーグ戦二2 1試合の出場に終わった。2019年9月2日、レアルマドリードに2020年6月30日までのレンタル遺跡で加入。9月18日のチャンピオンズリーググループステージでは、古巣の PSG 戦敗北後に元同僚たちと一緒に写真を撮ったことで炎上した。9月25日の CA オサスナ戦でデビューした。 2020年8月11日にローン契約が終了した。レアルではベルギー代表ティボー・クルトワを前にリーグ戦の出場は4試合に止まった。2020年9月9日、フラム FC に買取オプション付きのレンタルで移籍した。フラムでは守護神として36試合に出場したがチームは降格となった。2021年7月29日。 ウエストハムユナイテッド FC に買取オプション付きのレンタルで移籍した。U-19 フランス代表でプレーするアレオラ15歳の時から世代別の代表に選ばれている。2013年トルコで行われた FIFAU-20 ワールドカップでは決勝戦で3本の PK を止め優勝に貢献した。2015年10月にアルメニア代表と デンマーク代表との親善試合のため、ディディエデシャン監督により初招集されたが、出番はなかった。2018年9月6日、UEFA ネーションズリーグのドイツ代表との試合で、代表デビューを果たし、6つの枠内シュートセーブを記録。ありがとうございます。